いや、立花隆さん、本当最高っすね。今回もね、冗談みたいな本気の挑戦がありますよ。これ、100日後に辞める議員が立候補してるんですよ。この議員さんっていうのは立候補するじゃないですか。で、マニフェストが100日後に私は議員を辞めますっていうことなんですよ。だから100日、まあ、議員として席を置いて100日後に辞めると、追加補選っていうんですかね、あれがされないんで、1議席減った状態でそのまま進むんですよね。まあ、ですんで議員定数削減の最も分かりやすい形なんですよ。今まで議員定数削減を訴えて立候補して当選した方は山ほどいますけども、自分の席は確保して他の人の席をね、なんとか削ろうと思うからなかなか削れないんですよね。でもこういうふうに、私が当選したら私の議席を削りますって言ったら最も簡単で単純ですよね。いや、こういう発想がね、逆転の発想と言いますかね、なんでね、私の頭から出なかったのかなと思っちゃいますよね。だから立花さんがこうだって言ったらね、ああそうそう、それなんだよっていうふうに後追いで思っちゃうんですよ。だからね、やっぱこれだけ情報が民主化されてきて、一人一人の才覚に本当にこの市場っていうのが委ねられているのに、結局は賢い人が最初に思いついて、賢い人が最初にやり始めますよね。まあそういう意味では、なかなかね、第2匹目の土壌であったりとか、後出しじゃんけんという素資料を免れないなと思いますね。まあどちらにしても、こういうふうな分かりやすい公約がある以上、応援せざるを得ないかなと思います。なぜなら、これなんだよこれっていうふうなね、私のこうモヤモヤしていた、どうすればいいのかなってことが明確に出ている、それがこの100日後に辞める議員というものだからなんですよ。私もこれ立候補したいですね。100日後に辞める、これとってもいいと思いますよ。だからね、ずっとやらないといけないと思うと私だって嫌なんですよ。ね、だってもともと単なるしがない YouTuber ですからね。 YouTube で自由にやりたいのに、議員としての仕事が何年も続くと思ったらうんざりしますから、公約を議員を辞めるにしたら、それ3ヶ月ぐらいは頑張りますよ。そんな感じですかね。立花さん、本当すごいですね。いってらっしゃい。